サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ、ゲタンとベッドと、どうも、カサニマロ、文系担当、月野とです。はい、ということで、8月の個別指導について完全版ということで、最新の情報ということですね、若干変更点がございますので、もう応募した方もですね、これから応募する方も、ぜひともこの動画だけは、最初から最後までね、見ていただければと思います。で、気になる方は詳細ロングバージョン50分ほどのですね、めちゃくちゃ長い動画がありますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、はい、こちらはね、変更なしです。無料でやっております。締め切り7月30日、20日とかほざいてましたけど、30日です。31日でもないということを注意しておいてください。それから具体的な内容、個別指導 ×1 ということで、まあ、個別指導1回だけね、受けられますと。いくらでも受けられますよとか言ってましたけども、ごめんなさい。最大1回となっております。というのはですね、もう24個も今やろと。24枠やったんですけども、まあ、それは言ってたんですけど、24枠も今やろっていうふうに思ってたんですけれども、めっちゃ80人ぐらい人が来たんで、ありがたいことです。めちゃくちゃありがたいことなんで、めっちゃありがとうって感じなんですけれども、ごめんなさい。先着優先、選抜ありとさせてください。Google フォームへの回答、まあ、概要欄の方にね、載せておりますので、そちらから、回答していただければ、ご応募できます。で、必ずですね、メールを確認してください。メールスルーしちゃうと受けられません。それから集団指導は4回。こちらですね、選抜なしです。先着優先って書いてんねんけど、今からも応募伸ばすってことは、もちろん今からの人もチャンスがあるってことです。はい、あえて伸ばしてるってことやからね。もともと7月22日の予定やったけど、7月30日までに伸ばしています。今応募してる人はもう不必要なので、はい、新たに応募の人はね、これは。はい、そうですね。それから集団指導 ×4 なんですけど、こちらはですね、全員受けられます。で、まあ、ここにも書いてた通り、無料指導の応募が多数でございましたので、個別指導は選抜します。集団指導は全て受けられますので、責任を持って集団指導はやらさせてください。で、今回のお知らせですね、大きく分けて5点ありますということで、無料指導まだまだ募集中です。思ったよりも人が来たので全員は受けられませんけれども、集団指導は全員受けられます。まあ、概要欄の方にね、Google フォームありますので、そちらの方をご応募いただいた方は、選抜、信じられないくらい当たる宝くじの確率で、個別指導1回券が当たります。だよね。はい、それから丸2番、有料指導もですね、ちょっと開始しちゃおうということで、これなんでかっていうと、無料指導でちょっと、指導できませんと。いくらでもやっていいですよっていうふうに言ってた反面、1回しか指導できませんとか、抽選になっちゃいましたって、これ人数の関係でちょっと本当に申し訳ないんですけど。なので、もうどうしても受けたいという方が絶対というかまあ、いらっしゃるかなというふうに思いましたので、一応有料コースも設けさせてください。で、8月はですね、まあ、とにかく基本無料指導でやらさせていただこうと。ただ、選抜ですよってところがあるので、確実に受講したい人向けのコースとして、有料指導を開始いたします。で、月額39,000、これはまあ前回言った通りで。8月からですね、ここ注目です。有料コースに加入した方は、9月以降の受講者選抜が免除されます。したがって、9月以降を必ず受講可能になります。なので、ここですね、そういう特典がございますので、9月以降必ず受講したいなっていう方は、8月から有料指導、参加していただければなと思います。でですね、まあ、6人が上限です。で、今6人集まるかどうかっていうのは結構微妙なところです。なので、こちらに関してはですね、先着順とさせてください。8月有料指導は先着順です。で、9月以降はですね、選抜になりますので、ちょっとここね、選定基準が違いますので、とにかく、頭に入れておいてほしいことはですね、8月の有料指導をすると、9月以降の受講した選抜が免除されます。それから、8月の有料指導っていうのは先着順です。ですかね。っていうところを、頭に入れていただいてですね、有料指導の特典2つあります。それは何かというと、まあ、先ほど言ったように、9月以降の受講者選抜が免除されます。それから、無料なら、8月指導、まあ、個別指導ですね。個別指導が、かける1回が、抽選で当たるよっていう、抽選っていうか、ま、選抜でね、当たるよっていう感じなんですが、有料なら、8月指導が6回確実に指導を受けられます。ということで、まあ、プラス5回ないし、プラス6回の、まあ、指導がね、ついてくるよっていうことと、受講者選抜が免除ということです。これ個別指導ってことよね。はい、個別指導です。集団指導は、まあ、ちょっと無料の方もね、今回は受けていただこうということで、4回設けています。もちろん、有料指導の方も4回受けていただけます。で、すでに応募していて、有料の変更希望の方はですね、改めて概要欄の方に、有料の、用のフォームがございますので、そちらからお送りください。結構無料の人で、もう有料で6枠埋まっちゃって、うん、もう受けられへんのって人もいると思うんですけども、うんうん、そんなことはなくて、実際に弁当ね、そこはね、フレキシブルに調整していくので、はい、そこはね、無料での方も安心してほしいし、うん、で、かつ、有料の人も、もちろん先着順ではあるねんけども、もちろんやっぱね、有料でもやってくれたいっていう人は、ぜひともね、そこはね、やっぱ優遇したいというふうに考えているので、はい。ぜひともね、もちろん先着順なんで、早めにはもちろんね、やってほしいですけど、って感じですね。はい。まあ、全然無料の方も、集団指導4回で、もう綿密に、完璧な情報量というか、もうできる限りの最大限の情報量でもって、もうこれさえ受ければ受かるぞぐらいの気持ちでですね、集団指導は作っていきますし、
個別指導が受かった方に関しては、個別指導をしっかり綿密にやらさせていただきますので、そこはご安心ください。ただ、もっともっと希望の方、確実に受けたいっていう人は、有料の方を検討してみてください。ただしですね、やっぱりね、以前の情報として言ってたのが、8月から10月の受講料を一括で支払ってくださいねというふうにお伝えしておりました。そうするとですね、ちょっとハードルが高いよっていうのもありますし、無料体験受けずに8月特攻するわけですから、いつでも辞められる状態にはしたいなというふうに個人的には考えております。まあもちろん、全然もう、弁当さんの塾、もう辞める意味ないっすよみたいな、質を提供する自信と、それからやる気はありますけれども、まあ人には人の事情がありますし、相性っていうのもありますから、まあ、もしかしたら合わないっていう可能性も、まあ、稀かもしれませんけど、あると思います。それはね、あると思います。なので、3ヶ月必ず受けてくださいね。解約金3万1000円必要ですよって言ってた以前の情報がですね、今回の変更により、1ヶ月ごとに3万9000円の支払いだけで OK になりました。なので、3ヶ月分の受講料を一括で支払う、必要もありませんし、解約金も不要でございます。ただし、解約を希望の場合は、必ず解約希望月の、8日までに連絡してください。例えば、9月30日に、思って解約したいよっていう方は9月8日。10月31日に解約したい方は10月8日までにご連絡ください。まあ、って感じで、途中で解約はできないですからね。日割りはできないので、その月に解約、その月末に解約っていう感じになりますけれども、とにかくその解約希望月の8日までにということになります。はい、それから4番ですね。保護者説明会の開催日時ということで、こちらもですね、決定いたしました。8月21日、働かれているご家庭さんもいらっしゃる、まあ、ちょっと日曜日なので、あれですけれども、一応、年には年をということで、日曜日の9時から10時予定しております。で、こちらちょっと日程合わない方もですね、動画とか、他の媒体でですね、バックアップしていきますんで、ご安心ください。受けたい方は、ぜひとも受けてください。質問対応もこの場でできます。ズームにて開催いたします。概要欄のフォームにより、ご予約いただければと思います。それから、丸5番ですね。個別指導の選抜が当たった方なんですけれども、8月31日まで LINE にて受験相談が可能です。詳細に関してはロングバージョンをご覧ください。概要欄の方にですね、詳細についても載っております。集団指導オンリー組に関してはごめんなさい。受験相談で聞かれますけれども、こちらも詳細ロングバー。まあそのままですけれども、集団指導オンリー組は受験相談で聞かれます。これと同時にですね、ちょっと申し訳ないですけど、Twitter の DM における受験相談は一度閉じます。ご了承ください。それから、集団指導オンリー組の方で、どうしてもお願いしますっていう方がいれば、やります。どうしてもお願いしますっていう方がいれば、メールしてください。まあ、できれば、その方は、9月からですね、よければ有料指導の方に移っていただければ、ありがたいなっていうふうに思っておりますけれども、まあ別に、めっちゃお金を搾取しようと思いませんので、どうしてもっていう方がいれば、メールにてご相談いただければ、LINE 追加いたしますので、ご安心ください。はい。で、ここのですね、具体的な指導内容をちょっと一旦割愛させてください。ロングバージョンの方で詳しく説明しております。こちらに付いても。ロングバージョンで詳しくやってるんでね、こちらぜひね、ロングバージョンの方、めちゃくちゃね、はい、結構もう、マジでここまでやってくれんのみたいなことで、ね、ロングバージョンで喋ってるんで、ぜひともね、はい、そちらもご覧いただければなというふうに思います。てか、なんやろな。なんか、体験とか付録で全部言ってるやん、みたいな感じぐらい全部言ってるんで、ぜひとも見てください。全部言ってます。全部言ってます。はい。で、集団指導も全部言ってます。で、まあ、こちら割愛ですけれども、栄養集中特訓、8月で先端語を覚える計画ノート作り、やってまいります。それからですね、数学もですね、まあ、なんか共通テスト対策講座とか言ってますけれども、勉強時間を 40% 削減できる復習ノートの作り方紹介ということになっております。それからプラス、ね、これ今まで言ってなかったんですね、うん、集団指導の内容、ね。だからここはね、ぜひともね、ロングバージョンの方、受ける人、もう無料体験申し込んでくれた人、そして有料体験、やってくれる人、うん、有料体験って意味やからな、有料人、申し込んでくれた人、ぜひともね、ここはロングバージョンの方でしっかり見てほしいです。はい。まあ、見てなくてもですね、一応LINE とか、メールとかで、詳しく説明いたしますので、なんもわかんねえやーっていう状態で参加していただいても全然大丈夫です。もう、来て初めて、そんなことするんや。でも全然大丈夫ですので、そこは、全然大丈夫です。何してるんやろって気になる方だけね、見ていただければと思います。はいね。どうしよう。はい。で、プラスアルファですけれども、まあ、この模試だけ受けておけ。重ねまるときはおすすめ模試案内を模試のスケジュール一気に教えちゃいます。質問対応できます。かつわい !LINE 相談の内容ということで、まず、生徒ですね。生徒の方は精神面の相談できます。計画の相談できます。勉強計画の共有、勉強計画の相談。まあ、ちょっと即列できないやつはちょっとしんどいですけども、できます。勉強でわからないところの質問はちょっと怪しいねっていう感じで、もう大体もう相談できますので、相談してやってください。これ有料の方と抽選当たった方ですね。それから保護者の方もちょっとね難しいんですけども、こちらロングバージョンの方で詳しく説明しております。まあ端的に言うと生徒とは LINE が繋がってます。というのは僕の個人情報とか生徒さんの個人情報はわからない形でオープンチャットっていうですね個人情報が守られる個人チャット個別チャットを、作成いたします。そういうオープンチャットっていうのをが生徒さんと繋がってますので。その生徒さん図てに、ちょっと親が喋りたがってますっ
ていうふうに言っていただければ、オープンチャット、こちらもですね、個人情報が守られるオープンチャットのリンクを、生徒さんの方に送付いたしますので、それ転送し、転送してもらってですね、で、僕の方に、つなげていただければと思います。はい。まあ、もしかも面倒よ、面倒よって言ったら、メールでお問い合わせいただければと思います。で、個別指導の内容、ちょっとまあ、省略しますけれども、とにかく個別指導やっちゃいます。勉強法指導やります。週ごと月ごとの計画立案やっちゃいます。その他勉強相談、OK。模試日程の共有やっちゃいます。それからこちらも割愛、他サービスとのね、他サービスとの違いはということで爆速で説明しますけれども、どんな志望校でも指導をいたします。まあ、そこやそこらの大学生、意味わからん大学生とかやってるですね、個別指導っていうのはですね、もうその大学生が在籍してる大学以上の大学に行こうとすると結構ね、難しいんですよ。というところで、まあ、僕やったら、まあ、国内であれば東大でも京大でも地元の大学の上達でも指導できますと。まあ、これ全然授業もやりますし、もう万が一僕の学力を超えられたとしてもですね、勉強法とか計画にフォーカスしてますし、僕の強みというのは心理学的な勉強法というところなので、どなたでも指導できますよか。日本語話やったら誰でも指導いたしますということです。それから好きな教材で勉強できる教材費不要。丸3番、個別と集団の二軸で指導いたします。週1の、まあこれちょっと個別指導のつもりで書いてますけど、個別指導で、週1の個別指導で完全に理解できるわけないっす。なので集団指導を使ってですね、記憶力や計画力を実践によって根本的に高める指導をするということで、僕はですね、魚を与えるんじゃなくて、魚の取り方を教え、魚の取り方を教えるっていう方向で塾を作りたいなというふうに考えていますので、そこのポリシー、ご共感ね、いただけたらというふうに思っております。しかも、要するに、週2回だけはさ、授業としてはさ、要するに週7の勉強全てがこうググって底上げするような塾ってことよね。せや。なかなか普通の塾っていうのは、週1回そこで、ああ、納得っていう塾が多いねんけども、週7上がるんで、もう、実質の週7指導みたいなもんってことはね。それはちょっとやばいけど、まあ、個別指導、個別指導って、はい、その60分間の勉強の質が、2倍、3倍にはなるんですけど、60分間が2倍、3倍なんで、120分、180分の勝ちにはなるけど、もうそこで止まるんですよ。なので、そうじゃなくて僕は、全体をね、底上げする。全体を 1.5 倍にするような、授業ができたらなっていうふうに考えてます。まあ、それから、丸4番ですね。勉強の計画のと作り、超絶具体的に誰でもやれもされてもできるように伝授いたします。圧倒的に少ない復習回数で定着できるように徹底管理。具体的に言うと、翌日1週間後、16日後、35日後っていうね、復習サイクルでやっていただけると、一番定着化しやすいんですけど、そちらやってまいります。それから、丸5番ですね。ちょっとめちゃくちゃ傲慢ですけども、教育系 YouTube 資料トップクラスを誇る資料が受けられるということで、月3万9000円ですか。まあ、ほんと直接僕にお金が入ってくるように、しております。もう仲介も何もありませんので、格安でね、提供して、させていただいております。カサニマの発祥は覚えやすさ抜群の授業ということでですね、もう理解するだけじゃとどまんねえだと、覚える、定着する、習慣化する、もうっていう、もうここ、もうこのもう、本当やったら自力で根気で気合で根性で、やれっていうところを僕がもうロジカルに、努力不要で、計画も立てられる、そんな授業をね、していきたいなというふうに思います。努力不要で、習慣ができる、っていうね、授業を展開してまいりますのでね、うさんくさいと思われる方は、ぜひとも、無料体験だけでも、ご応募いただければと。それから集団指導、個別指導、経験あります。ないって言っててな、なんか、経験ねえやつに教えられてたまるかってほざいてるやつは、あるんだよってことで、著名な方もこう述べてるってことでですね、まあ、ここちょっと端的に述べていただけますか、吹きのお父さん。オッケー。っていうことでね、これ意味わからんけど、著名な人っていうのを。まずこのスケジューリングね、勉強っていうのは結局スケジューリング命なんよ。塾の意味っていうのは、週7日の勉強の底上げが一番大事なんですよね。で、週7日の勉強を底上げするためにはどうしたらいいかって言ったら、それは勉強法とスケジューリングなんです。で、その勉強法とスケジューリングの塾、もちろん個別の授業ももちろんしますけども、一番重きを置いてるのはスケジューリングと勉強法なんで、ここめちゃくちゃ大事なとこを伸ばせるんで、皆さんのね、合格確率が本当に 1.5 倍ぐらいになるって思ってます。いいと思います、ここは。なので、自信を持って入ってほしいっていうのと、メンタルケア。これみんなまだメンタルしんどくないと思うね。今の時期、夏やから。けども、9月以降かな、もう、12月とか、もうセンターのちょっと共通テストのちょっと前とかなったら、メンタルマジでしんどくなってきます。で、うわーって言って、方によるみんないっぱいね、相談してくれるっていうのもあるんですけども、そこをね、みんなにオーダーメイドのメンタルケアできる。そして弁当は心理学専攻なんで、そこっていうのはなかなかないんで、ぜひともね、このスケジューリングとメンタルケアを二軸にして、かつね、普通の授業も
まあ普通のっていうか分かりやすい授業もできる。ぜひともね、この弁当の個別指導、集団指導、ぜひともね、体験してみてほしいなというふうに思います。はい。まあ、まずはね、中身見てみないと分からないと思うので、個別指導、じゃないわ、無料体験ね、受けていただければと思います。それから、そこやそこらのわけわかんないや心理学、S 心理学屋さんじゃなくて、僕ちゃんと心理学専攻してるので、どこが分かってなくてどこが分かる。それで、この理論は間違っていて、この理論は間違ってないっていう知見が人よりはあります。まあ、もちろん。京都大学の心理学専攻やから。まあ、そうね。なんで、わからないところはわからないで断言しますので、ちゃんとエビデンスに基づいた情報だけ、提供しますし、ここは根性論やでってところは根性論としてお伝えしますので、ちゃんとそこやそこらの言ってる適当なことではないよってこと。そこはご理解いただければと思います。で、8月の日程なんですが、こんな感じになっております。一応概要欄の方のですね、無料も、有料も、応募フォームの方を、載せておりますので、そちらの方からご回答いただければと思います。で、その他質問についてはコメント欄へということになります。あとですね、ここ気になるよっていうのがあれば、概要欄の、長尺の、ロングバージョンの方を見ていただければというふうに思いますので、そちらご覧ください。それじゃあ終わりましょう。バイバイ。